俺ガキつか見れなかったわ。ガキつか見れなかったわ。今帰宅したわ。完全なる勝ち組の俺は今帰宅したわ。いや、テレビは見ん、俺は。勝ち組すぎる。23時半に帰宅した俺は勝ち組すぎる。明日5時起きの俺も勝ち組すぎる。初日の出見れるわ。多分、あれだな、俺職場で人気者だからあれだろう。俺一人、初日の出を見させるために明日5時起きにしてくれたんだろう。クソが。鬼だわ。初日の出まで FF10 の続きやろうぜ。断ります。彼女は実家に帰省中です。電話が来ます、そのうち。今ブログ書いてるからダメって言われてたよ、電話してたら。おい、電話で年越そうぜって言ったらさ、今ブログ書いてるからダメって言われてたよ。まあ、ブログクラスだったらしょうがねえなって俺言ったよ。あ、ブログだったらしょうがないねって言って。俺の彼女のブログマンモスブログなんだぞ。教えるか、お前らに。俺の彼女のブログは。誰が教えるか、お前らに。ダイナマイト。あ、ギリギリ、なんか最後の方チラッと見た。最後の方チレッと見たよ。マサト勝ったんだな。よかった。まさこだかまさとだかわかんないけど、彼女と二人で聞いてるじゃないです。いいな。口くせえぞおめえの彼女。おい、54656の彼女聞いてるか。口くせえぞ今日おめえ。爆発しろ。口くせえから歯磨きしてこい。まずおそらく口くせえぞ。彼女かな。54656はいいニュースだよ。彼女が口くせえぞ。出直してこい。切れ配信を。彼女と聞いてる奴らは。彼女涙の。すまん。ファンになってくれ。俺の5なんとかの彼女、54565の彼女。俺のファンになれ。今から。彼氏そっちのけで。彼氏そっちのけで俺のファンになれ。俺しか見るんじゃねえもん、むしろ。俺の腕枕で寝ろ、明日から。俺は口くせえの我慢できんぞ。ギリギリ。ギリ我慢できる。はぁ、まさかな、配信で年を越すことになるとはな。しかも今日さ、つうかさ、12月31日のさ、年の瀬にさ、なんつうの、社会人史上最大に怒られたんだけど俺。帰れぐらいの勢いで怒られたんだけど。帰れって言われた。悲しい、せちがれえな、ほんとに。どうしたの。教えません。高い鼻をへし折られました、俺は。悲しいな。まあ逆にね、悪いことは今年中に終わらせようって考えからすると、まあいいタイミングで怒られたな。来年から、また心機一転、できるな。リストラ、てか俺リストラされてや、むしろ本当に、あんな職場。リストラしてくれ、俺を。本当に。本当頼むわ、リストラしてくれ、と思った。マジで。そうだな、雇用保険出るしな。
やべえ、彼女から電話来ちった。おめえらと年越せなそうだわ。おめえらと年越せなそうだわ、頑張ってくれ。一人も抜けずに、一人も抜けずにちょっとみんなで、あれして。やん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 言ってて。あ、切れちゃったじゃねえか。良いお年をな、本当に。良いお年を。さようなら。開けましたね。開けてしまいましたね、ついに。開けてしまいましたね。うん。開けおめ。うん。実感がないね。つい4分前まで2009年だったのに。あれか、20歳になって急にタバコ吸い始めるみたいなもんか、おめえ。わ、ほんと1月、1月1日になってる、ほんとに。まさかと思ったけど、マジかよ、今日元日ですって、全然そんな気がしねえ。だって今帰って、俺さっき帰ってきたんだぜ。ふざけんなよ、マジで。俺のさ、仕事納めなんだと思う。職場にあるカレンダーを全部貼り替えてきた俺が。うんこちゃんが、俺言ってやったよ。ちょっと待って、それうんこちゃんにやらせる仕事ですかって。マイリス見てきてくださいよ。って言ってやったよ。もっとやらせるべき相手がいるんじゃないですかって。思い出せ。お、明けおめ、明けおめ。彼女がリアルに、すまん。ごめんな。謝罪します、今。2010年の初謝罪します。先ほどの彼女さん、本当にすいません。きっと美人なんでしょう。心が綺麗なんだな。心が綺麗じゃなきゃ、真正面から俺の言葉は聞けないよ。あなた。きっと幸せになるでしょう。あなたは。あなたの将来は、バラ色です。確実に。私が断言しましょう。あのニコニコ動画で有名なうんこちゃんが断言しましょう。あなたは幸せになる。間違いなく。細木和子より信用しろよ。まあ俺も、あれだな。年賀状は来ねえな。なぜならさ、会社の連絡網に俺の名前だけなかったわ。おそらく。言われたよ。あれ、うんこちゃんに年賀状書こうと思ったけど、なんか会社の、連絡網にうんこちゃんの住所だけ載ってなかったんだよね。だから今は手渡しで渡すわって言われた、今日。深いだろ。深いな。深い話だな、これも。俺言ってやったよ、そいつに。あ、深いそれつって。超深い。悲しかった。別に悲しくねえよ。そういうもんだろ。社会は。いじめられてる。もう若干いじめられてるね。その程度のいじめだったら別にもう、あれだろ。余裕だろ。普通に考えて。俺も高校時代とか本当に親の顔なんて見たくもねえと思ってたよ。卒業したらわかるんだ。親の偉大さが。完全に。わからなかったら嘘だよ、それ。わかれ。親の。偉大さを。トラックのうんちゃん、いいじゃねえかよ。ほんと、親は偉大だぞ、ほんとに考えて。仕事始めたらマジでわかる。こんな拷問をしてたの？罰ゲームじゃねえかよ、毎日が。あ、親ってま、親は毎日罰ゲームしてんだぞ、お前ら。完全に、罰ゲーム以外の何でもないよ、ほんとに。トヨタのとある工場長。頑張ってんな、お前の親父は。じゃ、一人暮らしするとわかるわってなるだろ。さらにその先があるから、働き始めると。親がね、だろうみたいな顔で見てくるから。俺さー、つって。おめえらの大変さわかったわ、つって。だろうみたいな感じで。ダメ親父なんだが。次元ダメ親父の良さがあんだよ。背中で語ってんだよ。
人暮らしする会社来年一気に背負うんだが、おお、ハゲ散らかせ、ストレスで。まず、社会人になるための第一ハードルだな。ストレスでハゲ散らかせ、まず。仕事を楽しいなんて言ってるような、甘ちゃんになるんだよ、マジで。な、楽しみながら仕事できると思うなよ。そんな甘ちゃんになるんじゃねえぞ、おめえら。ハゲ散らかしてるわ。髪の毛一本しかないわ。楽しんでいけたら勝ち組だろ。いやー、俺は勝ち組だとは思わないね。マジで。本音じゃないな、それは。好きだったらわかるけど、楽しいなんて言葉俺は絶対信じない。仕事が苦しいに決まってんだろ。絶対そうだ。そんなのあれだよ、そいつのあれだ、心の、なんていうの、心の奥底の声じゃないよ。好き嫌い、やりがいがあるとかってわかるよ。好きだわ、苦しいけど今の仕事好きだわとかわかるけどさ、楽しい、楽しい、遊びじゃねえかよ。遊びでやってんじゃねえぞつって、遊び半分じゃねえんだぞ仕事は、命かけろつってやれ。俺友達にほんとガチ切れしそうだったもん。借金どうしたらいい、知らん、働け。なんつーの、社会人になってさ、変な会社、変な会社って言った。しょうもない会社に勤める友達がいいんだよ。仕事楽しいとか言ってんだよ、そいつらが。将来性がねえなと思ったら、仕事なんか、なんつーの、一年目から仕事楽しい職場なんてありえねえだろ。どんだけぬるい仕事だよ。嫌いな言葉は、努力。努力家だからこそ言える言葉、俺は努力が大っ嫌いだ、するけどな。タバコ美味しい、タバコしか美味しくないわ俺人生で。達成感楽しい、違う、だそれは楽しいと違うと思うんだよ俺。好き嫌いだと分かるよ、仕事、仕事に好き嫌いってあるじゃん。俺今の仕事、人生なんつうの、一番したくないのが仕事だけど、あれ一番好きだぞ俺今の仕事が、人生で。でも一番苦しいわ本当に。得てしてそういうもんだよ、本気でやってたら。楽しいはずねえだろ仕事なんて。率先してできるもんじゃねえよ。社会人に問いたいよ本当に。心の底から楽しいと言えるんですかっつって。楽しくねえんだよ仕事は本当に。上司にいびられ、中間管理職にまずいびられるんだよ。本当に発狂しそうになったマジ仕事中。んで俺がそんなこと言われなきゃいけねえんだよつって。おめえ神様かつって、様神かつって、様神の人外かつって言ってたよ、心の中で嘆いた。あなた様神ですかつって。カレンダーのこと、その雑用じゃねえよ。もう感情的、女は感情的なんだよ、ほんとに、すげえ。すげえよ、なんかさ、そこで別にそういう理由で怒んなくてもよくねえみたいなのあんじゃん。ババババじゃない、綺麗なお姉さんだよ。残念ながら。職場一綺麗なお姉さんだよ。完全に勃起したわ、怒られて。我慢汁吹いたわ。よく言うだろお前ら、コーラ吹いたとかじゃねえだろ、言うだろ。俺がその時チャットしてたら我慢汁吹いたっつってたわ完全に。はぁ、気持ちいいっつって。社会人になって一番変わったことを教えてくれ。俺さマジガチで語るわ一個だけ。社会人になった時さ、自分以外の人間がさ、すげえ変わり者だなと思ったの。なんでこんな社会って変わり者だらけなんだろうと思ったら、よくよく考えたら自分が変わり者だったわ。だからみんなが変わり者に見えたわ。そこが変わったわ、その価値観が。俺だけだった変わり者は。
元旦から仕事とか鬼畜やな。まあそうだな。でもありがたいことだよ。元旦から仕事があるんだぜ、俺。彼女も誇らしいだろ。うちの彼氏元旦から仕事ありますっつって。誇らしげに語るだろ。そうなんだよ。休み、もう元旦のお盆正月とか言ってらんねえんだよ、社会人は。命かけてんじゃ、生きるのに。休めないんじゃ。